します。ちょっと待って、ね、サッカーをね、携帯見つからんねん。かけてくれん、iPhone で。あったあった。なんでこんな子待っとんねん。よかった。あーもうクソめんどくせえ。とりあえず座ってや。うん。ありがとう。助かった、ちょうど来て。めっちゃ部屋荒れてるじゃん。荒れてねえよ、別にいつも通りだよ。ほんと？こんな汚かった？なに、何の話？うん。何？え、ちょっとそのさ、その話聞く前にさ、聞いておきたいんだけどさ。うん。結局彼氏できたん？そこはなんかさ、そのなんだろう、はっきりさせておきたいんだけど。うん、そういう感じの話をしたいの。え、できたん？彼氏はできたん？そこは白黒はっきりさせてほしいんだけど。うん、できたん？ いつからいたん？最近。え、それはどこで出会ったん？高校の時の友達。高校？うん、宮城の、宮城から上京してきた人。なんでそれ言ってくんのかったの？別にそれ言ってもよくない？言いにくかった。いや別に言ってって言ってたじゃん。うん、ごめん。まあ正直に言ってくれて、まあ、うん、よかった。まあ隠されたままいるよ。うん、これからはそういうのちゃんと言ってほしいと思ってんだけど、そういうのあるんだったらごめんね。うん、で何話したいこと？結構長くなるんだけど。マジ？うん。いや嫌な感じのやつ。俺的に嬉しくないやつ。なんかさ、いや LINE 来てからいろいろ考えてたんだけどさ、うん、まあ、彼氏できたってなったら、まあ俺の嫌なことが起こる予想は多分当たるかもしれない。そうかも。ちょっと水飲んでくる。水いる？うん、いる。ありがとう。トイレ。うん。決めんねん。20分になったら始めてよ。どうした1500円か。頑張ったよな、でも。1500円に入れたら。まだ1500円のイメージ。はい、聞きます。なんすか。あのね、うん、すごい言いにくいんだけどさ、YouTube さ、うん、やめたいの。なんで？この間の動画とかさ、撮影中なのに電話したのとかさ、すごい申し訳ないって思ってるんだけどね。彼氏が YouTube やってるの知ってるし、 YouTube 見てるし、めちゃくちゃ、うん、でやっぱさ、嫌って言われてるのさ。え、ちょっと待って、でもさ、カップルチャンネル始める前から付き合ってたの？それともカップルチャンネル始めた後に付き合ったの？後に付き合った。なんか最初はね、別にいいって言われてたんだけど、なんかやっぱり嫌だみたいな、やめてほしいって言われてて、うん、まあ、自分が逆の立場だったら確かに嫌だなって思うし、幼馴染というね、心配なのも分かるから、続けていくのどうなんだろうなって思って、やめるべきなのかなって思った。ガチで？それはもう決めたん？自分の中で悩んだんだけど、うん、2人でやってるチャンネルだから、お母ちゃんがそう
決めたんだったら、まあ、俺にその止める権利とかはない。とりあえずこの1ヶ月半さ、めっちゃ頑張ってきたわけやん、二人でさ。そんな簡単に捨てられるの？俺はそんな簡単に捨てたくないけど、なんか頑張ってきたさ。もう一つ話があって。何？え、何？これ以上ひどいことあんの？このチャンネルさ、うん、彼氏との本当のカップルチャンネルにしたいんだよね。俺がやめろってことだから。ファンの人にも言うつもりだし、今回は本当の彼氏だって。マジ？それはでもカップルチャンネルすることは彼氏は賛成してる。まあ、まあ、あっちから持ちかけてきたし。やりたいって。そう。まあ確かに。そしたらだね、1ヶ月半ぐらいやってきたのも、まあ、意味ないことはないね。チャンネル登録者最初からたくさんいるしね。そういうことに。ごめんね、今多分すごいひどいこと言ってるから。ちょっと考え出して。まあ実際さ、もかもしてると思うけどさ、この前 YouTube やってて目標っていうのがあってさ、それが達成できなくて、で今回もかにお願いしてこうやってカップルチャンネル作って、まあ1ヶ月半だけどさ、リベンジじゃないけど僕の中ではそういう気持ちもあったんや。やっぱ頑張りたかったんだよね、本当に。で実際本当にさ、頑張って目標の1ヶ月1万人到達してさ、すげえ俺嬉しくてさ、涙出るほど嬉しくてさ、でもまだそれで終わりじゃない。僕らの本当の目標100万だったからさ、頑張ってさ到達しようってさ、ちょっと待って、ごめん、自分の何でかかなくて。多分実際前回その叶えられなかった目標をこうやって叶えてくれたりしたのは本当にモカのおかげだし、モカがいなかったら絶対に多分まあ無理だったっていうか、一回無理だったから、僕の中では僕も頑張ったけど、ここまで成果が出せたのは僕らのおかげだと思ってるんだよ。いや、どうしよう。だからちゃんそのチャンネルを渡すとか、僕が脱退するっていうのはいいよ。それはすげえ嫌だけど一歩引くよ。ちょっと待って、泣きそう。なんだよ。なんで泣いてんの？なんで泣いてんの？彼氏いるっていうのは言ってほしかったかもしれない。そのできた時にやっぱ教えてほしかったし、できた時に言ってくれてたらこうなる前にどうにかできたかもしれないじゃん。だからそれは早く言ってほしかったかもしれないけど、なんで泣いてんだよ。申し訳ないと思ってたの。だから言えんかったの。ごめんね。言っておきたいのは、本当に僕は他のおかげでこの1ヶ月半いろんな人に応援してもらって目標も達成できてすごい楽しかったし、本当に良かったと思ってる。なんで泣いてんの？こっちが泣きたい気分やけど。もう彼氏にはその絶対 YouTube やめろっていう風に言われたの。そんなに好きな彼氏なの？そんだけ好きな彼氏で、向かが一番幸せだって思える道を進めるのが一番だと思うから、そこで僕がいることで何か問題があったりとか邪魔になるとか、僕はただお願いした側だから。ごめん、なんか自分の本当に何て言うか分かんない。でもなんかその言いたいことはいいよっていうこと。なんで泣くねん。なんで泣くねん。泣くなよすぐ。まあそのなんか編集とかそういうので手伝うことあったら手伝うから、ちょっと僕もこれから YouTube どうするか考える。そこはちゃんとじゃあ見てくれてる方にちゃんと言って、突然その変わりますって言ってもあれだから、なんかうまくその変えられるように報告動画みたいな一応撮れるそれ。無理だよ、そんだけ泣いたら無理やろ。そんだけ泣いたら無理やろ。もうマジか、終わったな俺の YouTube 人生。終わったな。楽しかったじゃん、すごい。気持ち言っていい？なんで？泣いてるから。は？泣いてるからそっち行きたい。意味がわかんない、意味がわかんない。泣かされた。うちのセリフやろ。
終わり。もうやめてほしい。もういい話はもう。もういい、もういい、いいや、聞きたくないだってもうそれだけでしょ、もうやめて、もう YouTube リーズ終わった。楽しかった。ね、コメントボクさん1万人でね、めっちゃいるからね、少なくないからね、本当にめっちゃいい人たちに囲まれたわ。これ楽しかったよ。向こうも楽しいよ。じゃあ君は楽しい、うん、向こうだけじゃないよ。何が。私も君しか相方はいないと思ってるよ。これからも。意味が分かんない。どういうこと。ごめん。どういうこと。嘘なの全部。え。ごめんね。え、どういうこと。どっからどこまで嘘なの。彼氏いないし、YouTube やめさせるわけないし、これからも一緒にやりたい。だから YouTube 人生終わってないよ。え、何、どういうこと。何が言ってるんだよ。ちょっと、何が本当に、何が嘘なの。どういうこと。貴様は嘘。貴様も嘘。あれは友達にやってもらった、メイクしてもらった。電話かかってきたの誰。あ、りょうくんだ。りょうくんだって友達いないよ。じゃあ誰やん。あれ、そのキスマやって。じゃあ彼氏もおらんってこと。ないよ。なんでりょうくんかって言うと、チャラい人の名前で検索したら出てきたから。りょうくん、なんだよ、マジでびっくりした。なにそれ、悪趣味やわお前それは。もうごらんけど、よかったマジで。なんだよ、本当によかった。なんで泣いとるんじゃ。なんでドッキリ仕掛けてるからんじゃない。ドッキリやな、これ。あー、よかったー。うざいな、本当に。隠しカメラまでつけやがって、お前。あ、買ったの。うざ。ごめん。ざ。ごめんね。The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights.朝98年、お願いします。朝30、朝30、朝10年です。視聴者さんに一緒に謝ろう。いやもう本当によかったマジで、本当によかったマジで。ずれてない角度まれば、はい、大変多大なるご迷惑ご心配をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。いやもう本当にふざけんなお前マジで。りょうくんはおらんのね。りょうくんはおらんのね。りょうくんはおらん。ああ、もうよかった。じゃあもう本当にもう見るいいよいいよ。なんやねん。いや、その解散ドッキリ仕掛けられたモカの気持ちもよく分かった。本当にマジで泣いちゃうでしょ。いや泣きはせんかったよさすがに。めっ
ちゃ考えたよ、あの一瞬で。ああよかった、本当によかった、頑張ろう、うん、許してください。絶対許さん、もう叩いてください、もうなんなら叩いてもらって構わないです。もうなしな、うん、ちゃんと次から普通の動画でお会いしましょう。はい、じゃあ次の動画はおっぱい見せてもらってみたらお会いしましょう。ありがとうございました。見せないから。